中原理恵さん、名曲「東京ララバイ」や、その都会的な大人っぽいイメージでいきなり大ブレイクしましたが、気づけば全く見かけなくなっていました。何があったのでしょうか。そして現在はどうされているのか気になったので調べてみました。中原理恵さん、本名は目方君江さん、1956年生まれの63歳、北海道函館市のご出身。地元の女子校を卒業して、当時札幌すすきののディスコで名を馳せていたんだとか。1978年に歌手としてデビューし、歌謡曲としては珍しいアルバム選考で、ファーストアルバム「タッチ・ミー」からのファーストカット「東京ララバイ」がいきなりの大ヒット。それもそのはず、 A 面のこの曲は堤恭平さんと松本隆さんという昭和のヒットメーカーコンビの傑作で、年々ころり寝転んで眠りましょうかという歌詞は今でも記憶に刻まれています。それにこのアルバムの参加メンバーには、作曲・編曲には堤恭平さん、山下達郎さん、鈴木茂さん、アレンジには坂本龍一さん、作詞は松本隆さん、吉田美奈子さん、竜真知子さん。今考えると珠玉のメンバーですよね。東京ララバイという曲は実は元ネタがあったのだとか。当時堤恭平さんがお気に入りだったサンタエスメラルダのヒット曲、悲しき願いのイントロから、まるまるいただいてる感じの作風で、まさに日本で洋楽ナンバーワンになってすぐ東京ララバイがリリースされてますから、戦略的にも大成功だったわけです。2曲目のディスコレディもヒットし、レコ大新人賞ほか数々の新人賞を受賞し、同年の紅白歌合戦にも出場して、まさにトップ歌手の仲間入りをした中原理恵さん。アイドル全盛時代にあって、そのショートカットでオールバックに決めたクールな大人の女のイメージで、他とは一線を画すキャラを確立しました。そのキャラ作りのため、実年齢より2歳年上と偽ってデビューしたのだとか。歌だけでなくトーク力も抜群で、1986年ミュージックステーションでは初代司会者の関口博さんや2代目タモリさんのアシスタントも務めています。しかし何と言ってもお茶の間での大ブレイクのきっかけは、歌手として旬真っ盛りの頃に人気バラエティ番組の金ちゃんのドンとやってみように出演したことでした。金ドン、良い子、悪い子、普通の子という人気コーナーで、良い妻、悪い妻、普通の妻の3役を見事に演じ分けたことが評判を呼び、中原理恵さんが出演するたびにぐんぐん視聴率が上がり、一時は 30% を超えるほどだったとか。好評だった要因はというと、クールな女で人気絶頂だった中原理恵さんのイメージを覆す見事なコメディエンヌぶりだったと言えます。ドリフ大爆笑でもセミレギュラーで出演し、オチまで任されてましたから、勘の良さやトークのキレは絶品でした。その演技力を買われて女優業も好調だった彼女。渥美清さん主演の人気映画男はつらいよ、夜霧にむせぶ虎次郎ではマドンナ役も務めたり、サスペンスドラマの主演や CM にも引っ張りだことなり、まさにマルチタレントとなった彼女。テレビで見ない日はないくらいでした。しかしそんな輝く日々はある出来事によって突然終わりを迎えたのだとか。そのある出来事とは、彼女と既婚男性との不倫。その相手の男性とは元 YMO の高橋幸宏さんでした。二人の馴れ初めは、高橋幸宏さんが1984年の彼女のアルバム「レディー・レイ」の A 面をプロデュースしたことがそもそもだったのだとか。
彼女の不倫を知った萩本欽一さんが激怒して、KINGONをクビにしたのだとか、国民的人気番組でしたから、途中降板という不自然さも、納得がいく理由とは言えますね。が、そうではなく、二人の不倫に決定的な証拠もないのに、人情味あふれる欽ちゃんが、たとえ不倫が事実だったとしても、それだけで降板させるなど、ありえないという意見も多かったのも事実で、実際は中原理恵さんから降板を申し出たという説もあります。では、なぜそうなったのかというと、もともとは大ヒットを連発したほどの歌手、もう一度歌手として頑張ってみたい、と相談された萩本さんは、コメディエンヌとしても充電が必要だし、このままでは歌手としても戻れなくなる。そう思って降板させたのだとも言います。これも、欽ちゃんの優しさなのでしょうか。その不倫疑惑の真相は、未だにはっきりとはしてませんが、高橋さんは、その後、ほどなくして離婚。中原さんとの関係も、高橋さんの新しい恋人の出現で、終わってしまったのだとか。どちらにせよ、萩本欽一さんの判断が、その後の中原理恵さんの活動に、大きな影響を与えることになったのは、確かなのではないでしょうか。中原理恵さん、その後も歌手活動は続けていて、最終的には19枚のシングルと、10枚のアルバムを出しましたが、ヒットには至りませんでした。1999年映画、ポッポヤや、2000年ドラマ、晴れに、ここ一番が、最後の姿となって、その後、ひっそりと芸能界から姿を消しています。彼女なりに、やるだけやって、区切りをつけたのかもしれませんね。現在の消息について、気になってさらに調べてみると、中原理恵さん、姿を消してから20年が過ぎますが、同じ事務所だった渡辺真知子さんとは、まだ交流はあるようで、渡辺さん主催の新年会に、参加することもあるようです。渡辺さんのブログに登場した彼女の姿は、現役時代と変わらないボディラインを、維持していたそうです。ある情報によると、函館市と東京に家があり、行き来しているとか、函館の家は、高級住宅街にある2階建てだそうです。現地で元気な姿もキャッチされていますが、ご結婚されているかどうかは不明でした。中原理恵さん、こうして見てくると、逆にあまりにも才能がありすぎたことも、彼女の人生を大きく左右することになったのかもしれませんね。これからもお幸せに。